黒大王の転ぶところがるは傑作 SF 漫画になっています。元はサイクルスポーツ誌に連載していた漫画をまとめたものなので、自転車について偏愛的な内容になっていますが、そこまで詳しくなくても楽しめます。知識があるとより楽しめるといった作品です。このチャンネルではコンテンツ探偵メタが2020年前後の新しい古典を取り上げています。一般的な YouTube チャンネルでは作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、 当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。単行本、転ぶところがるは自転車をテーマにした短編が組み合わさった構成です。自転車がテーマといっても、ナス一巻のアンダルシアの夏のようなロードレース漫画ではなく、現代日本で都内の激坂を攻めたり、自転車の模型を組むエッセイ風の漫画も収められています。その点、 映画に毛が3本、プーです。ただ、軸となる物語が2つあり、1つが未来の火星で、火星競輪や、チュール、ド、マーズに当て込み自転車屋を開いた、火星の彼方。もう1つは三蔵法師が真理を求めて自転車で天軸を目指す幻想コメディ、最有機。もちろん、火星を舞台にしたり、天軸への道中で怪異と戦うから SF というわけではありません。そういう世界の不思議さを売りにするのは、 SF というより児童向け作品。ビトゲンシュタインが論理哲学論考で、神秘とは世界がいかにあるかではなく、世界があるというそのこととしていますが、言語によって作品世界が作られ、その世界にも適応する人間の日常生活に面白みがあります。転ぶところがるも、1816年の現インドネシアタンボラ山噴火から始まります。この噴火は大規模なもので、噴煙は太陽を遮り、 ヨーロッパとアメリカ東部の物流はストップ。穀物生産の停止とともに馬も死ぬからです。この絶望的な環境に適応するために南ドイツの発明家カール・ドライスが発明したのが初期の自転車ラウフマシーネ走る機械です。つまり19世紀は自転車が SF だった時代、ナウシカの名ベのように終末的な乗り物として発達してきました。この漫画も人類が長い歴史の中でいかに自転車を発明し、 変愛的な改良を重ねて環境に適応する乗り物としてきたのかがわかります。205年前から未来の火星まで自転車知識がなくても楽しめるというのもこうした SF 的観点からです。つまり、小崎和夫に身の回りの虫を観察する思想説から思考を昇華させた虫の色々という作品がありますが、 転ぶところがるも、私漫画と SF を両立させた作品です。火星の彼方では、火星の幽霊と対話する機会があります。幽霊は、火星にタコ状の生き物が住む海があった太古からいますが、すでに生まれたり死んだりをやめています。一方、人間は、装置を使わないと火星で生きていけない。人間も生まれたり死んだりをやめれば、自転車のような装置とは縁が切れますが、そうはいきません。さらに、 天軸に向かう三蔵法師も悟っています。自転車は、車体がどちらかの方向に転び出すと、前輪が同じ方向に切れることで、車体を中心に戻そうとする働きが起こります。つまり、自転車は転ばずに進んでいるのではなく、むしろ転んでいるのです常に。転ぶところがるでは、著者が自転車を乗る日常どころか、第5話、スポーツバイク以前にあるように、小学校4年生の頃、 道に落ちていた自転車の車輪を転がして遊ぶところまで遡ります。こうした自転車を通した日常から感覚の飛躍や世界観の揺らぎ、三島由紀夫、文学とは何かが訪れる作品です。